皆さんこんにちは、なごみです。いかがお過ごしでしょうか。最近天気が不安定ですね。今日は思いのほか寒いですし、明日は暑いようですしね。さて本日は予定が目白押しのため近場で食事をしようと気になっていたラーメン屋さんへ向かっております。場所は小山市市民病院を過ぎてちょっと走ったところにあります。到着。本日お邪魔したお店はこちら。小池屋本舗さんとなります。意外と近くにあったので気になっていたんですよね。ではオープンしましたので参りましょう。店頭にはこんな張り紙が。お店は綺麗な感じですね。照明がおしゃれです。店内は座敷とカウンター、入り口近くにテーブル席もありました。卓上は餃子の3種の神器と一般的なものがあります。箸立てに使っているのがビールジョッキとは、店主はお酒好きなんですかね。ではメニューを見ていきましょう。とりあえず塩と醤油なら私は醤油を選択ですね。それと餃子5個と半チャーハンを注文しましょう。セットにするとちょっとお得なようですね。後から気がつきましたが、こんなのもありました。失敗した。これはうまそうです。そして、私には無縁のアルコール類。ラーメン屋さんにしては、それなりの種類がありますね。まずは餃子の到着です。焼き目も最高。これはうまそうです。大きさは中くらいといったところでしょうか。餃子の包み方が独特ですね。私はあまり見ない感じです。ちょっとニンニクの香りがあるような。これはうまいですね。続いてチャーハンの到着です。チャーシューも入っており、これもうまそうですね。ちなみに漬物もついてきました。すごくうまそうなんですけど、ラーメンが来るまでちょっと待ちますか。あまり時間差がなくありがたい。ワンオペなのにちょっと面倒な頼み方しちゃいましたかね。本日の注文の品はこちら。餃子は1個食べてしまっております。
レンゲが黒いので分かりにくいですが、スープから見ていきましょう。続いて麺ですね。こういうタイプの麺は平打ち麺って言うんですかね。チャーシューも非常にうまそうです。ではいただいてまいりましょう。スープはすっきりした印象を受けますね。あまりいただかないタイプの麺ですが、これはこれで美味しいです。さて、チャーハンをいただきましょう。これはうまいですね。味がめちゃ濃いってことはないんですが、ラーメンに合います。この3点セット最高に合いますね。これは全てのバランスが最高です。チャーハンの中のチャーシューがこれまた良いですね。ちょっと固めですが味がしっかりしてる。そしてチャーシューが見た目以上に柔らかい。見た目ちょっと少ないかなとも思いましたが、意外と麺の量はありそうです。完食です。ごちそうさまでした。大変美味しくいただきました。次は裏醤油ですね。チャンネル登録お願いします。